織田信秀の11男として生まれる信長とは13歳離れた異母弟。森部の戦いにて初陣を飾る。甥にあたる信長の長男信忠が元服、その旗本につく。尾張の国知多軍を拝領、道地にある大草城を改修。信長主催の京都を馬揃えに加わる。織田信忠とに上城へ籠城、信忠は自陣忍部活の庇護を受ける。小牧、長久手の戦いに、信勝、徳川家康方として参戦、後に秀吉と和睦。千利休に茶の湯を学び利休実徹の一人と称される。秀吉のおとぎ衆として、摂津の国2000国を拝領、剃髪し、宇楽を名乗る。関ヶ原の戦いでは、家康側に属して、手柄を立て大和の国を拝領。同合戦後、王の春長と共に、徳川家との和睦は平行省の中心人物となる。戦が避けられないことを知り許可を得て、豊臣家から離れ大阪城を去り、京都に隠棲。茶の湯に専念し、趣味人としての余生を過ごす、京都で死去。